はい、昨日焼肉食べて、まあその後ちょっとみんなで飲みに行って、で今日朝仕事して帰ってきたとこなんですけど、ちょっとお客様がすげえもん、お前見てこれでかくない？バームクーヘンすごいでしょこれ。これすごくない？分厚さやばいっしょ。顔ぐらいあるよ。僕の顔ぐらいあるよ。重さすごい。ちょっと測ってみようか。800g ある。すげえ。ちょっとこれ切って食べよう。うわぁ。うわぁ。すげえ。うまいやつだ。食べちゃおう。ちょっとカロリーを気にしてだいぶ薄着。いただきます。やばいこれ、うんま、これスイッチ入るやつだ。なんかバームクーヘンって幸せな気分になるな。この卵と小麦粉と砂糖、めっちゃバターかとふんだんに使われてて、なんか風味がすごいな。ちょっともうちょい食べようか。うまっ、うまっ。ちょっと今からあの明日のお弁当作るんで作ります。ちょっと明日おそらく、7、8時間ぐらいね、ちょっとご飯食べれないかなと思って、お腹腹持ちよくさせたくて、もう牛肉と豚肉ですね、これをが明日のお弁当。たまに食べる牛と豚がうますぎるんだよね。弁当つってもね、めっちゃシンプル。舞茸、白い舞茸、黒舞茸と白舞茸って何が違うんですかね。ググってみよう。さあ、牛肉。見てください。抹茶色のおかず。これね。めっちゃうまいですよ。これをね、僕はね、もう焼肉のタレでね、普通に食べちゃう。最高なんですよ。明日のご飯タイムが待ち遠しいね。今出来たてで絶対美味しいけど、ちょっと我慢して明日食べます。